ゆっことふっこのちょっと見直しないと。まったり過ごしたい日曜の夜、皆様いかがお過ごしでしょうか。私たち資生堂40代社員がお届けするおしゃべり美容ラジオ、大人の綺麗と日常をゆったり見直しするお時間です。第18夜でございます。はい、はい、今夜もですね、みなともさんともしもし美容相談室でお話ししたいと思います。前回第1回目楽しかったですよね、なんか嬉しい反応でしたよね、実際に、声も聞いて、そうそう、ね、もうちょっとここでバラしちゃおう、まこさん。何よ何よいや、あのタイトルコールですよ。あ、出た最高だったね。なったの、ですね。やったらうまいな。そうそう、あのお電話をねイメージしてみこさんがプルプル言っております。はい、あのアーティストの力量と今までの経験と知識を生かして生かせましたね、心よりそう。で、しかもあのスガピーちゃんの編集能力が素敵すぎて、なんかいい感じにまとまってましたよね。まとまってました。ガチャはフッコの声で、あ、そうそう、ガチャもね、でもこのプルルって、ね、すごいいい運動らしいですよ。あの口のあれを緩める、義理のお母さんとかコーラスやってる時にあの声出しの前の練習になるみたいですよ。だからきっとプルルってすごいいいんだと思う。はい、そんなこんなでちょっと話ぶち切りますが、今夜も美容ラジオスタートです。ガチャ、もしもし、みなとも相談室。このコーナーは悩める乙女リスナーのみなともさんにゆっこふっこがお電話でおつなぎして、お悩み解決の一助になれればという思いで始まったエイジングリアリティ企画です。おー、ではまずはお便りをご紹介します。はい、あのレベル54、京子さんです。皆さんこんばんは。こんばんは。私が一番今困っていることは、年齢を重ねるとともに、リップの色が何を選んでもしっくりこないことです。それから先日肌チェックをしてもらったら、血色感の数値がめちゃ低かったです。お、血色感ってどうやって上げたらいいですかというご相談ですね。お、なるほど。じゃあ早速、はい、京子さんにお電話してみましょう。はい、こんばんは。こんばんは。京子さん、ゆっこです。ふっこです。はじめまして。はじめまし て, ましてこんばんは。お忙しいところお時間いただきありがとうございます。いえ、楽しみにしてました。あ、嬉しい、ありがとうございます。京子さんにいろいろとご質問させていただこうと思うんですが、ちなみに京子さん、このラジオに巡り合ったきっかけとかをお聞きしてもいいです？聞きたい。私あのみかん農家やってまして。みかん大好き、はい、ありがとうございます。で、仕事しながらだいたいラジオ聞いてるか、ポッドキャストを聞くかで、でポッドキャストを最近よく聞くようになって、こうおすすめで出てくるんですよ。でそこに出てきて、資生堂の動画とかを時々見てたんで、それから聞いてみたんです。でそれで仕事しながらもうずっと、嬉しいですね。はい、そういう出会い方です。そうなんですか。はい、す初めてこのあのみなともさんとこうお話しすることが始まったので、はい、リアルに、あ、こういうシーンで聞いていただいてるんだっていうのが、はい、私たちも初めて。あの単調な作業なんで、農作業する人はだいたいラジオ聞いてます。昔は本当にあのあれですよ、もう携帯ラジオみたいなのが多くて、お隣の山からラジオの音がこうバー聞こえたりとか。なるほどね。そうで今はもうその、はい、Bluetooth ヘッドホンして聞いてる方、若い方とか Spotify とか、そういうポッドキャストとかも、多分聞かれてる方多いと思うんで、はい、はい、ずっと聞いてます。私はずっと聞いて
リアルなそのね、うん、風景が思い浮かべますよ ね、 ね、いやすごく嬉しいです。なんか生活の中に溶け込んで、うん、あね、声が届いてると思うと、はい、本当私たち嬉しい。じゃあ、あの、今日ね、ご相談いただいたことを、ちょっともう一回、はい、あの、まとめますと、ね、ね、はい、はい、お願いします。はい、京子さんのご相談内容は、年齢を重ねるとともにリップの色が何を選んでもしっくりこないってことと、それから先日肌チェックしてもらった時に、血色感の数字が低かったってことで、血色感どうやったら開けたらいいですか、はい、ということですね。うん、ね。リップは基本的には、なんかつけようと思うときは、どんな色味系をつけたりするんですか、うん、ベージュピンクっていうか、そういうのを昔は好きでつけてたんですけど、はいはい、もうすでにくすんで、はいはいはい、唇が、うんうん、がくすんでて、くすみピンクとかがもうただのくすみみたいに見えてきてあれみたいな感じ。くすみは、そう、くすみ、そう、くすみ、ただのくすみみたい狙ったくすみピンクにならないみたいな、ね、ならない、そう、そうです、ね、だからあまりくすんでないのをつければいいのかって思うけど、うん、普通のあの明るい色、それがこう、そう、うん、自然にくすむんじゃない、ちょうどくすむ、なるほどなるほど、だったらそう、うん、あるのかなと思っても、それもなんかこう違うし、すごく悩むんです。で、うん、一度そのデパートの、はいはいはい、そのメイクコーナーじゃない、うん、このコスメコーナー、はい、できるだけ聞いてみたんですけど、どこでも答えが出なくて、うん、へー、塗って、実際に塗ってもらってもなんかしっくりこない、塗ってもらってもなんかうんって二人で考えて一緒に悩んで帰ってきたことがあって、うん、なるほど。肌の軽さとか肌の色に関しては、うんうん、肌作りはどんな感じで、パウダリーファンデーションとかですか、それとも、そうです、うん、パウダリーファンデーションが好きで、はいはい、重たくしてたんですね、重たくならないように、うんうん、そう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 、はい、と思ってパウダリーが一番好きでそれを使ってます。肌の明るさっていうのは割と濃いめだったりしますか。はい、あの多分日焼けはしてるので、オークル20ぐらいなんだけど、うん、なんかリップの色って多分肌の色とのコントラストというか関係性でしっくりいったりしっくりいかなかったりっていうことがあると思うので、うん、もしかしたら肌色をちょっと調整してあげるとリップの色がしっくりくるんじゃないかなと思って、そのリップ塗った時にあのお肌の方は何もカウンターとかではいじってないですもんね、うん、きっと、はいはいはい、ね、ね、なので肌作りをちょっと見直してあげるとリップの色が似合う可能性が、うん、京子さんあるんじゃないかなっていうのがアドバイスとして、血色感とかいう、うん、あの血色感ね、その、うん、その辺のところからも違う、もしかしたら、確かにそうかもしれない、血色感が低い、なんか大いに関係しそうですね、うん、そうですね、血色感が低いってことで、多分肌の色味の中で大人になると結構気ぐすみ方向に行って、うん、赤みがちょっとマイナスしていくので、はい、まあ、それもあるかもしれないですね、なるほど、日焼けしちゃって、そう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 、そう、うん、で簡単なのはもしかしたら下地とかでちょっと血色感、うん、はい、ちょっと薄ピンクの透明感のある下地とか使ってからパウダリーファンデーションとかすると、例えばそのくすみピンクのリップとか、うん、とかも少ししっくりくるんじゃないかなっていう予想が、うん、なるほど、はい、なんか下地とかコントロールカラーとかって、そっからか、うん、そっからやんなきゃダメかみたいな。それやるとひょっとすると口紅の幅が広がるかもしれないですよね、うんうんうん、あとはコントロールカラーだけじゃなくて、まあ、多機能な、うん、例えば、うん、ハクとかで薄ピンクで、はい、日焼け止めとあのケアもできながら下地になるみたいな、うん、そういったオールインワンのものを使ってしまえば化粧水の後その下地だけでいいで、ファンデーションみたいな感じで今のステップとあまり変わらずにできるアイテムとかもあるので、はいはい、普段は日焼け止めを塗ってからパウダリーファンデーションですか、うん、仕事に行くときは、うん、もうパウダリーつけるのもその、うん、他のものにマスクとかにつくのがあんまり好きじゃなくって、はい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 、でその先ほど言われてたあの、うん、美白美容液、はい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 、吐くの日中用美乳液ですね、日中用美白乳液、あれをつけて、うん、あ、はい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 、粉、お粉、はい、さーっとはたいて、うん、それでいってます、そのまんま。あ、ファンデーションはつけてないです。あ、つけてないで、だから日中用の美容液つけた上にお粉をつけてっていうことですよね、うんうんうん、もう日焼け止め代わりにっていう感じ、うんうん、そうですよね。でもなんかリップつけるときっていうのは、はい、もうちょっとどっかお出かけするときみたいな感じですか、うん、とかこう人と会うときとかですよね、うんうんうん、です、その時は、ファンデーション、うん、ファンデーションを塗って、まあ、人はします、もちろんもちろんみたいな
なるほどね。あとはパウダリーファンデーションを使いだったら、はい、パウダリーファンデーションのカバーの仕方ですかね、はい、リップの色を似合わせるときにカバーするべきところがカバーされてるかっていうのもチェックしてもらいたくって、はい、黒目の下のところがしっかりカバーされてると全体的に肌って明るく整って見えるんですよね。なので面積が広いから、そう、面積も広いし、やっぱ顔の中心のところがしっかりカバーされてると、うん、肌がきちんと整って明るく見えるので、リップの色も結構しっかり持ってきても似合うんですよね。なのでパウダリーファンデーションを滑らせてファーッと同じように均一に塗るっていうよりかは、はいはい、トントンと目の下とか、その目の周り、黒目の下のなんか三角ゾーンなんですけど、はい、うん、そこにしっかりと、置いていくようにカバーを、そこをちゃんとしてもらうって言った塗り方を変えると、さらにちょっとリップの色もちょっとしっくりくるんじゃないかなと思うんですけど、普段はパウダリーファンデーションちょっとお出かけするときは、はい、うん、塗り方とかってこうトントントンみたいな感じですか、それともスーッとの、うん、スーッとの伸ばしてさーっとその息部分、ここの部分だけしっかりとかいう考え方はなかったです。ああ、そうなんですね。じゃあもう、ね、こう均一にというか、その下地を塗るのも、うん、何ていうか、このカバーしたいところをしっかりとかいうのはあまり考えてなかったです。あ、うん、全体に同じものを同じように塗る、均一にやってたんですけど、うん、その下地にもいろいろありますよね。そうですね。色んな補正とか、その毛穴、ね、カバーとか、はい、うん、ああいうのってこう部分的に使っても大丈夫？大丈夫です。一通り全体的にその日中美白美容液だったりトーンアップした地味のみたいのを塗った後に、はい、うん、おすすめはやっぱ追加して目周りとか焼けたくないところにトントンって乗せてあげる。そうすると同じものを、はい、ああ同じものを、はい、付け足すって感じですね。付け足す、はい、でファンデーションもそうですね、ふわーっと全体的に塗ったら、うん、さらに黒目の下をしっかりと重ね付けしてあげるみたいな感じで、顔の中で緩急をつけてあげると、うん、肌自体がすごくきっちり明るく整って、そうするとリップもね割と映える肌作りになりますね。もうリップのために肌作りっていう感覚はあんまりあ関係してる感じがしなかった、ね、うん、あリップはリップでしか考えてなくって、あ、うん、そうですよね、普通ね、うん、確かになんか画用紙とかに、うん、真っ白の画用紙に色をファーって塗るのと、うん、ちょっと色付きのもの、うん、グレーとかに色を塗ると全然見える色でも見え方が違うみたいな、はい、そんなイメージですかね。そうです、そうです。うん、目のやっぱ錯視効果でやっぱグレッシュなものの面積が多かったりするとそっちにやっぱ引っ張られちゃって、リップの色もちょっとくすんで見えちゃうっていうのもありますね。引っ張られちゃう、そう、引っ張られちゃう、ね、リップ買いに行く時もちゃんとメイクして、そうですね、買いに行かないと、そうですね、まあ、ちゃんとするっていうよりかは乗せるべき場所にファンデーションがちゃんと乗ってれば大丈夫です。うんうんうん、はい、なので私のおすすめとしては、はい、白の薬用の日中美白美容液を塗った後に、うん、ファンデーションを全体的に滑らせるんじゃなくって、はい、もう黒目の下とか顔の中心だけトントン塗り、はい、あとは外にファッと伸ばすぐらいにして、うん、カバーエリア目の下に作って、そうしてあげる。そこは他よりも少し、うん、しっかり目にカバーする。うん、肌のベースでリップの色っていうことなんですね。そう、あとはあれですよね、リップ自体も、うん、なんかその唇の中心にしっかり色をのせてあげて、ちょっと肌との境目が曖昧になるので、肌とのその境目がすっごくしっかりそこに塗られてると肌色とリップの色が隣り合わせになって、うんうん、はい、コントラストがしっくり来ないみたいなことあると思うんですよ。でもなんかじんわりそのコントラストの線が、はい、リップのラインがふんわりすることによってなんかぼやーっと、ぼやーっとさせた方がいいんです。そうなんです、ぼやーっとさせた方があんまりそのコントラストが目立たなくなって、はい、なんか違和感みたいなのが、うんうん、なくなる。割とはっきりした色でも、うん、そう、中心だけ、そうです。ブラシとかでちょっと、ぼんやりさせるか、私は結構ティッシュとかでアウトラインだけ上から押さえてあげて、ぼやかせることしたりするんですけど、どんなリップでもしっくりきますかね。リップライナーとかって
あ、はい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 。使う方がいいんですか？リップライナーは、まあでも目的にもよりますかね。うん、なんか、うん、あれ、京子さんは唇薄い方ですか？厚さは。厚くはない。厚くはない。なんか、厚くはないと思います。輪郭がぼやけてきちゃうとか。うん、ちょっとね、うん、それはあります。うんうんうん、そしたら、もし、上唇の山から、その、うん、はい、口角の上の方がちょっとぼやけてたりとか、うん、ちょっと薄くて、はい、もうちょっとぷっくりさせたいわっていうことだったら、うん、リップライナー、ピンクベージュとかのリップライナーで、うん、はい、ちょっと輪郭作ってあげると形が整うので、はい、そういった調整をすることはリップライナーすごく、うん、いいので使ってあげてもいいですけど、でも全然、うん、その濃い色をふんわり、はい、中央からの、うんうん、乗せてあげるだけでリップライナー特に必要ないと思いますね。うん、時と場合によるかな。なんか使わなきゃいけないのかなみたいなあれがありました？リップライナー、うん、やっぱり年齢とともにそのぼんやりしてくる、何もかもが、うん、こう何もかも かもがね、際がもう全体的に何もかもがぼんやりしてくるんで、こうちゃんとこう補正した方がいいのかなっていう気持ちはあった。なんか淡い色の場合はリップライナー使った方がなんか品よく仕上がりますね。うん、あ、濃い色はふんわりぼんやけてていいですけど、うん、なんかベージュピンクと なんかくすんだピンクと か、うん、なんかこう鮮やかすぎない色、うんうん、とかだと、かえってリップライナーで唇の形きれいに整えた方が品よい口元になりますよね。うん、なるほど。はい、なんか取り入れてみたいなとかありました？うん、あ、全部すべて私のになりますよ。ありがたい。ご感想なんか聞いちゃってもいいですか？はい、今回の。ご感想。はい。今も話をしながら、うん、これ本当に取られてるんだろうか。録画してますよ。これで大丈夫。緊張感がしております。どうなのかなっていう。え、全然大丈夫。もういやー、パーフェクトですよ。パーフェクト。うん。そうですか。誰かのためになってるかなって。いやー、なってると思う。私もテスト絶対多いと思います。わかるだし。わかる。また、はい、ラジオの方もお聞きいただければ、いこさんの YouTube 動画とかもありますので、はい、ぜひぜひ見ます。見ます。はい、見ます、見ます。ありがとうございました。お顔を想像しながら聞きます。私たちもお顔を想像しながら。そうですね。はい。よろしくお願いします。はい、きょこさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。みなともさんとの美容相談室、皆さんいかがでしたでしょうか？ゆこさんいかがでしたか？リアルでお話しするとなんか実際のね、生活の中に私たちのラジオが溶け込んでる感じがすごくより伝わってきて、なんか楽しかったですね。こんな風に聞いていただいてるんだとか、こういう情報をすごく参考にしてますとか言われると嬉しいですよね。なんか京子さんのおみかんの話、聞いたんですけど、そうだそうだ、西宇和みかん、はい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 、西東西の西に、うん、うかむりのうね、はい、なごみの、はい、西宇和みかんだそうです。よかったら皆さん召し上がってみてください。ね、すごい食べたくなりました ね、 ね、なんか新橋にアンテナショップがあって、そちらにも多分、ね、うん、あるだろうということで、ね、ね、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、というわけで次はですね、聞いてる皆さんからご応募をね、お待ちしておりますので、うん、ぜひぜひおしゃべりしてみませんか、はい、ということでお待ちしております、はい、ご応募は概要欄の投稿フォームか、もしくは私のインスタグラムにダイレクトメッセージか、うん、していただいても構いませんので、ぜひぜひご応募してください。ご応募いただいた方には後日スタッフより連絡させていただきます。ぜひ我こそはという方お待ちしております。お待ちしております、はい、というわけで今宵はこの辺で、見直し見直し、おやすみなさい。